はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の円と直線の共有点丸1をお送りします。で、ここからタイトルがね少し変わります。まあ共有点っていう言葉が入るんですが、これもちょっとシリーズ続きます、一応予定ではね。で、その最初になるんですけど、今回は問題が4問ありますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずこれね大きく分けて上と下に分かれてるんですけど、上に関しては円と直線の共有点の座標を求めに行きます。で、今例えば1番だったら x2 乗プラス y の2乗イコール2なんで、これ円を表してる。で、こっちは 2x マイナス y プラス3イコール0なんで、これ直線を表してると。で、この2つの共有点を求めたいと言ってるんですけど、まずどういう状況かと。で、これは適当に書いちゃいますけど、こう円があるでしょ。で、まあ、直線がこうあると。で、これの交わってるこの部分、これが共有点です。で、そこの座標を求めようっていうことをやってるんだと思っといてください。で、まず1番いくんだけど、これ実はですねやり方すげえ簡単というかシンプルで、やり方はで何やるかって、これとこれの連立方程式解くだけなんです。いい、これとこれ解くだけと。で、ただ片方に2乗が入ってるので、ちょっとうんって思う人ももしかしたらいるかもしれないんですけど、やり方としてはこっちの直線の式を x イコールほにゃらら、もしくは y イコールほにゃららに直してください。基本的には y イコールに直せるようになってる問題の方が多いんだけど、だからこれとかも y イコールに直すとね、ちょっと狭くてごめんな、こう y イコール 2x プラス3になります。これを変形するとね。で、その y イコールにしたので、ここに代入する、つまり代入法を使うんですけど、で y を 2x プラス3をここに入れると x2 乗プラス、一回書こうか、 2x プラス3の2乗イコール2となります。で、この部分展開して2も左辺に持ってきて全部整理する。そうすると 5x2 乗でしょ、プラス 12x で左段が9だからプラス7か、でイコール0になる。全部こっち持ってきてね、2もこっちに持ってきてもらって、で、これを因数分解するんですけど、これ足す気がけができるから、こうしてこっちプラス7でいけばいいか、こうだね、これで OK だよね、 OK 大丈夫ねってなる。だから x イコール、まずこっちからマイナス5分の7点が分かるし、この部分からマイナス1ってのが分かります。で、2つ出てきたと。これ両方 OK ね、使って。で、今この x っていうのは求めたい座標の x 座標です。だから y 座標必要なんだよね。で、それをどう出すかっていうと、こっちに代入して求めてください。まあここだね、今変形した方の。で、なぜかっていうと、これ2乗の方に代入して入れてしまうと答えが2個出てきます。で、片方は不適といって合わない答えになっちゃう、使っちゃいけない答え。いい？なので、こっちに代入してどっちが使えるかなって調べるよりも先にこっちで調べた方が楽です。いいかな。だからこっちで調べる。で、やると、答えなので、まずこっちか、 x 座標マイナス5分の7で入れるとマイナス5分の14で5分の15だから y 5分の1か。これがまず一つ目で、もう一個が x 座標がマイナス1で入れると1か。この2つが共有点になると、その座標だね、になるというふうになります。では同じようにね2番やっていきましょう。で、こっちもまずこっちを変形して、2x マイナス5かな、あってね。で、あとは入れると、まず書くか、 2x マイナス5の2乗イコール5で、全部左辺に持ってきて整理をすると、 5x2 乗マイナス 20x プラス20イコール0で、これ5で割れるよね、全体割っちゃった方が楽かな。
x2-4x+4=0。で、これやると2乗になるね。こうなる。つまり x は答え1つだけなら2しかないと。で、あれ1つしかないってなるんですけど問題ないです。これで OK で、x が2なので、つまり x 座標が2で、さっきと同じようにこっちの直線の式の方に代入する。だから x2 代入すると y が-1、 これで OK というふうになります。で、なんで一つしかないかっていうと、これね、円があって、あ、はい、ごめんね、離れてしまった。これがね、接するときを書きたかったんですけど、今まあ、こんな感じ。接するときっていうのは共有点は一つです。だからまあ、こういう状態だったら一つしかない。だから別に答えとして全く問題はありませんっていう感じだね。これがまず共有点の座標を求める問題で、下はですね、今度まあ共有、またね、円と直線があるんですけど、共有点の個数を求めます。共有点の個数で、今上でやったように共有点がまあこれ2個あるでしょ、まあ、ああいう黒の状態ね。で、共有点が1個、こっちね、接する状態だから2個か1個、もしくはさっき間違って書きましたけど赤にしようか、まあ、こういう状態だよね。円と直線が全く離れてる、つまり共有点0個っていう状態があります。だからこの3パターンしかないんですけど、2個か1個か0個で、それが何個なんだいっていう問題です。で、これも上とやり方同じです。基本的にまず、まあ、こっちも直ってますけど、直線の式を y イコールもしくは x イコールにしてこっちに代入する。はい、ってやっていくとね、 x2+ -2x+3(2)=1 です。で、さっきと同じように1を左辺に持ってきて全部まとめてしまいます。そうすると 5x2-12x、 また合ってるかな、合ってね、左段が9だから +8=0 です。で、さっき座標を求めるときはここから因数分解やっていったんですけど、この後共有点の個数を求める場合は判別式に行きます。つまり D ね、 D、 まあ、4分の D ここでは使いますけど、いいかい。で、さっきも言ったように B の部分が偶数なので、半分の -6、 これを使って4分の D でいきます。で、下が入ってるか非常に不安なんだけど、ちょっと待って、あ、入ってんね。で、4分の D だから B'(2)6636-ACなんで -40、つまり -4 になった、 D がね。で、結局判別式が正なのか負なのか、もしくは0なのか、そこが大事で、今回は判別式が負だったでしょ。で、判別式が負になったから共有点は0個になります。いいね、判別式が負だったら0個で、次同じようにやっていくと、まずあれだね、 y イコールに直さなきゃ。 y イコール持ってくれば 2x-2 かとなって、入れましょう。 x2+ 2x-2(2)÷5 ですね。で、全部左辺に持ってきてまとめると 5x(2)÷2で、2が4だから -8x プラス4持ってくるから -1=0 で、これも半分のね、 B' 使えるので、これしまったな、下入んなそうだね、こっち行こうか。4分の D=B'(2)÷4×16 でしょ。で、-AC なんで+5かで21、つまり判別式が正になったと。で、判別式が正になったら共有点の数は2個になります。で、今回問題取り上げてないんですけど、判別式を計算してイコール0になったら1個です。共有点1個、つまり接してる時ねっていう風になります。いいかな。では、今回は高校数学数2の円と直線の共有点丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。
で次回丸2なんですけど、また共有点の個数求める問題やります。ただし今度は K っていう文字が入ってるね、どっちかにねっていう問題を取り上げていきますので、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。